どうもひろです。今回は明日から始まるレイドイベントについてお知らせいたします。今回のイベントはこちらですね。ハッピーバレンタインということで、バレンタインにちなんでワッカネズミがイベントテラレイドバトルに登場。期間が2月13日午前9時から2月15日の朝8時59分までということで、テラレイドバトルにワッカネズミが出てくるみたいですね。で、今回の報酬はサンドイッチの具材という感じになってるらしいので、サンドイッチの具材とかをお店でも普通に買えるので、報酬を目的に周回するという意味では、そんなに優先度は高くないイベントになるかなと思います。周回するならこのワッカネズミの厳選というか、こう夢特性のマイペースっていうのがあるんですけれども、これが一カネズミになるとテクニシャンっていう特性に変わるので、周回しようかなという方はそっちの夢特性の源泉で回るっていうのはいいかもしれないですね。ですね、一応なんかいろんなテラスタイプが出てきますよということらしいんですけれども、見た目がもうフェアリータイプのワッカネズミになってますけども、ですね、まあもし他のテラスタイプが出てくるんであれば、対戦とかで使うならゴーストとか、あとは、物理アタッカーなので炎とかですね、やけどとかしないように、炎のテラスタイプとか、あとはキノコの胞子とかも効かなくなる草タイプのテラスタイプとかはおすすめかなと思います。それで出てくるポケモンは、星1から星5のワッカネズミなので、レイド用のポケモンマリルリーとか鉄のカイナとか、そういったポケモンでも十分に勝てると思いますので、特別このワッカネズミのイベント用に、なんかポケモン育成するっていうことは必要はないかなと思います。それであとはいつもと同じようにイベントが始まりましたら、最新のポケポータルニュースを受け取る必要がありますので、ポケポータルを開いて不思議な贈り物のところからポケポータルニュースを受け取る、で最新のニュースを受け取っておきましょう。ということで今回のイベントに関してはこんな感じですね。明日から始まるワッカネズミレイド、まだ夢特性のイッカネズミを追ってないという方はぜひぜひチャレンジしてみてください。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴くださいましてありがとうございました。